私が赤ちゃんとスリランカに来たのは自分の気持ちでスリランカに来ました。私がどうしてスリランカに来たかというと、コスタにレイプされて、お母さんはそれを知ってるはずなのに何も助けてくれることがなく、一緒に住むことが嫌になったからです。私がコスタにレイプされるきっかけになったのが、お母さんとコスタが私の部屋に来て3人で一緒に寝た時からです。お母さんとコスタは酔っ払って私の部屋に来て3人で寝ました。お母さんはとコスタは一度寝ましたが、お母さんが一度起きて自分の部屋に行きました。コスタはコスタのことを連れて行くことなく私の部屋に置いていきました。それでコスタは私にキスしました。私はお母さんじゃないよと言いました。知ってるよと言いながらもキスし、私の陰部に触れてきました。次の日私に謝ってきましたが、私はとても怖く、いいよと言うしかありませんでした。そしてコスタが入管に入ってスリランカに帰るまでの時間、何度も何度もレイプされました。その後コスタがスリランカに帰って、お母さんとコスタが結婚して、何度もスリランカに来た時も何度もレイプされました。おじいちゃんと一緒にいる時も私は何度もレイプされました。私は絶対に日本にも帰りたくないし、コスタが日本に帰に行ったらまたレイプされるかもしれないし、次は何されるかわからなくて怖いので絶対に行きたくないです。コスタは私のことをどういうふうに思ってるかわからないし、私がコスタにレイプされても誰にも言えなかったのは、コスタがとても怖くてレイプされるのをお母さんは知ってても助けてくれなくて、私にコスタはスリランカに行ってからも 何度も私の携帯に電話してきて、おっぱい見せてとか言ってきて、でもそれは本当に怖くて本当に誰もにも言えなかったので、カスンに伝えて、私はカスンとスリランカに来ました。私がカスンとスリランカに来たのは本当に自分の気持ちで来ました。なのでコスタとお母さんのことを捕まえてください。お願いします。